木村のりおのハピフラナイト。8時だよ。はい、本日も始まりました、木村のりおのハピフラナイトスタートです。まずは鳥越アズーリ、URL でご覧の皆さん、こんばんは、木村のりおです。そしてインスタライブをご覧の皆さん、こんばんは、いつもありがとうございます、木村のりおです。さあ、今日はまあ8月の26日ということで、8月ももう後半、あと27、28、29、30、31、5日間で終わっちゃいます。8月早いですね。もうこの暑い夏、皆さんいかが過ごされました？今日もね、朝は涼しかったような感じなんですが、まあ、昼あたりぐらいから、午後からですか、ものすごい湿度で、なんかもう今ベタベタしてるようなね、そんな陽気となっております。まあまあね、そんな中でまだまだコロナ禍ということでして、皆さんもこの暑い8月にマスクをして、感染予防対策をされて過ごされていると思うんですね。まあ、まだまだその感染者数もまあ高止まりといったところで、なかなかね、収束は本当に見えないこの嫌なコロナ禍なんですけれども、もちろん私たちもこのスタジオに入るにあたり、検温、それからアルコール消毒もちろんしております。そしてこのスタジオ内は全番組との CM の間に全て除菌をして、窓も開けてドアも開けて開放して換気させていただいて、さらには放送中はオゾンで除菌状態での放送となっております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、先ほどもちょっと言いましたが、8月ももう26日終わっちゃうということで、まあ夏が終わると毎年そうなんですけれども、あっという間になんか冬が来て、クリスマスが来て、お正月が来てみたいな、もうあっという間に終わっちゃうっていう、そんなね、印象がいつもあるんですけれども、まあ今年は9月もなんかまだ暑いというね、そんな情報も入っておりますので、まだまだこの日本の異常な暑さ味わえるのかな。はい、ということでですね、今日はですね、私こちら、はい、この番組のスポンサーもしていただいている F 商会の、これはですね GT500 の公式 T シャツを着させていただいております。ちょっとですね、後ろいいですか。失礼いたします。こんな感じです。見えますか。見える。ペットマン。はい。ありがとうございます。このまあテッドマンで非常に有名な F 商会なんですけれども、まあアメカジの中で、非常に人気をいただいている、まあ、ブランドであるんですが、いつもはまあ、メンズな、まあ、これもねメンズなんですね。メンズの今日は M サイズを着させていただいてるんですが、そこの商品展開は、まあ、メンズが主なんですね。メンズのみなのかなんですが、女性でも着やすい、非常にこの GTO の、GTO じゃないか、GT だ。はい。この GT、スーパー GT の、公式 T シャツは、これ、なんていうの、汗とかも吸収しやすくて、非常に、涼しい T シャツになってます。そして、なんか、このスーパー GT レースなんですけれども、この F 商会が、まあ、スポンサーをされているバンドチームっていうのがあるんですね。で、車ナンバーが19号車ということなんですけれども、多分写真かなんかありません？写真をちょっとご覧いただきながら、19号車の写真、あ、映像か、これ、あ、これです、これです、これ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 19号車、まさに一緒なんですよ。公式 T シャツ、ブルーとイエローとテッドマンとということで、ね、レースクイーンのみんなもね、このブルーとイエローとテッドマントっていうね、模様でコスチュームが
はい、あるんですね。でこちらなんですね、スーパー GT レース、ずっと F 紹介はスポンサーをされているこのバンドチームなんですが、ここのところ3戦連続でポールポジションを獲得しているということなんですね。なんですが、まだ残念ながら表彰台には立ってないということで、なんとですね、明日が予選、そして日曜日が本戦ということですので、ぜひですね、ここはちょっと表彰台期待したいところですね。この鈴鹿戦にぜひ来たいということをね、F 紹介の社長陽蔵さんもおっしゃっておられました。はい、あ、これね、そうですそうです、ここにも後ろにテッドマンが、はい、映っておりますね。はい、で私この F 紹介の方には本当にお世話になっておりまして、まあ、年齢を重ねた女性でも、そのカジュアルに、綺麗にカジュアルに、そしてちょっとこうキュートな、そんなこう装いが楽しめる、そんな絵柄にもなっているので、ちょっとアンバサダーとしてもお手伝いをさせていただいております。で、ね、ゴルフなんかにポロシャツすごくいいなって思ってまして、でそんなことを言ってたら、じゃあちょっと映像と撮ろうよなんてことになって、映像をちょっと撮っていただいたものがあるんですね。それポロシャツと T シャツとのやつなのかな。それじゃあちょっと皆さんにご覧いただこうと思います。どうぞ。ありがとうございます。はい、ということでですね、気になる方はぜひですね、 F 紹介ということでホームページ行っていただいて、いろんな商品が出てますのでチェックしていただいてお求めいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。今ねホームページの方ご覧いただいております。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてなんとこちらですね、パエガマチャ、それからポタジェライス、これ毎週皆様にはお伝えさせていただいているんですが、近鉄奈良から徒歩1分もしないところにある野菜を中心にしたダイニング、野菜ダイニングサイエンさんというところがあるんですが、そこのオーナー久保田幸喜さんが考案されたポタジェライスパエガマチャなんですね。でこちら両方とも、クラウドファンディングをさせていただきまして、もう本当ね 300% 達成っていうね、偉業を成しているんですが、もちろんその売上の中で、半分はその新商品の開発、にも当てさせていただくんですが、その中から売上の一部を児童福祉施設の方に寄贈させていただきまして、でオーナーはもともとフランス料理されていたので、その子どもたちにフランス料理を召し上がっていただいて、そして簡単なテーブルマナーを覚えてもらおうっていう、そんな企画がなんとこの日曜日28日にあります。で、私明日から奈良に入ります。そしてその8月の28日の日は、その児童福祉施設の方の子どもたちと一緒に、フランス料理のこうテーブルマナーの方もね、少しレクチャーさせていただくというような大役を仰せつかっております。頑張ります。ということで、その時の模様なども映像に収めてまいりたいと思いますので、帰ってきたらまた皆様にご覧いただこうと思っております。よろしくお願いいたします。はい。さあ、そしてですね、
まだまだね、皆さんマスクは欠かせないアイテムといったところだと思うんですが、夏になるとこうメイクがよれたりとかいろいろして、なんかさらにリップなんかをつけない日が多いかもしれないんですが、ダメですダメです。やはりですね、女性はいくつになっても、それからどんな季節でも、やっぱりね、マスクをふっと取った時に顔に色がさしてないと疲れたように見えたり老けたように見えたりとかしちゃうので、ここはぜひこの番組のスポンサーをしていただいております、キャリアムのモイスチャーベルリップをおすすめいたします。このモイスチャーベルリップはですね、ティントリップなのでマスクに非常につきにくいです。さらには保湿効果が抜群なので、年取ってくるとこう口にこう唇に縦の線が入ったり、なんかこうシワっぽくなるんですが、それも防いでくれます。そして何と言っても一番の魅力は pH 値によって、その人の体温と水分量によって色味が変わるので、同じリップを使ってても本当にその人その人色が違うんです。あなた色のカラーが楽しめる、まあ、そんなリップなんですね。でこのオーナー池田よし子さんっておっしゃるんですが、ハッピーフルナイトにもゲストでお越しいただいたんですが、非常にこう柔らかい、雰囲気の方なんですが、凛としたしっかりとした、まあ、信念もお持ち でその方が大分出身なので、大分の地産地消ということでカボスの成分が入っていたり、もういろんな成分が入っているんですが、その中で一番の、やっぱり魅力なのはフラーレンが配合されているっていうところですね。でフラーレンの含有量がたくさん入ると LF っていう、ね、マークを取得できるんです。でこちらはその LF マークももちろん取得しておりますので、安心安全のリップでございます。今あのアズーリの方の URL ではホームページご覧いただいていると思いますが、オンラインショップでもお求めいただけますので、ぜひですねこちらの方も要チェックしてください。私の周りもみんなこれ気に入っております。はい、ありがとうございます。続いてじゃじゃん、こちらですね。はいこちらなんですが、U 字型をしている、まあ、特殊な金属なんですが、これね、なんか空気中のプラスの、エネルギーを集めると言われている、まあ、特殊な金属で作られているものなんですが、オルゴンリングと言います。本当にリングの形をしているもの、ストレートの棒状のもの、それからスネーク状のもの、いろんな形状のものがあるんですが、私が今使わせていただいているのがこの U 字のもの。でこれですね、まあ、生態の一つでもあるんですけれども、これね、こうやって髪の毛っていうか頭皮にこうやって刺激を与えて、この辺ね凝り固まってるんですよ、筋肉が。で目とかも疲れるじゃないですか。こうやってやってると頭皮と顔って皮膚が一枚なので、この頭をこうやって刺激しているだけで、もちろんね頭皮柔らかくなるんだけれども、なんとフェイスラインのこの部分がですね、U 字型になっているのがヒュッと上がるんですよ、リフトアップ。これすごくないですか。で本当にこれだけじゃなくて、さらにこう爪先からこうやってクックックックってやって、この凝り固まってる老廃物、あとはね関節ですね、関節の部分、これはこっちの丸いところでやるんですが、関節のところもこうやってこすって固まった老廃物を砕いて、溶かして流す、砕いて溶かして流すみたいな、ね、そんな効果をもたらしてくれます。さらにはね、お風呂の中でも使えるので足とかもちろん OK だし、あとねこの辺をね、みんなね呼吸が今ね浅いんですって。だからこの辺をねこうやってやって、胸筋を開いて筋肉を柔らかくすると呼吸がどんどん深くなっていくので、この辺もねやっていただきたい。 Amazon とかでもオルゴンリングで、探していただくとヒットするということですので、ぜひですねお探しいただければと思います。でサロンの方がタイムズスクエアって言いまして、藤沢、神奈川の藤沢にあります。で、院長が曽根邦恵さんと言って、もうねすごく柔らかい、もう癒しのような、癒しの塊のような、そんな素敵な女性が施術してくださるので、だけども本当にね、痛いんですよ、やっぱり
固まっていると痛いんだけれども、その痛みが取れてくると筋肉が柔らかくなってきて、筋肉が柔らかくなるということは可動域が広くなるので怪我がしにくくなるということで、プロの野球選手も施術に通われているというねところです。ぜひですね、皆さんちょっとホームページ、探していただいて、訪れていただければと思います。ということで、ここで CM を皆さんには2本まとめてご覧いただきます。まずはリップ、そしてオルゴン療法、2本まとめてご覧ください。キャリアム、私はこれ。心が微笑む。愛、夢、まこと。時を超えて未来だけを見つめている生体リズム。今日から自分を取り戻すドラマが始まる。時間の広場、オルゴン療法、タイムズスクエア。はい、 CM をご覧いただきました。さあ皆様、ここからはゲストをお迎えしてお届けしたいと思います、はい、なんとですね、私にとっては大切な仲間、そして友人とも言わせていただきます先輩なんですが、はい、歌手で役者の武宇桁さんです。こんばんは、武宇桁です。なんかね、本当にふざけた名前だよね。いやいや、上から読んでも下から読んでも武宇桁、覚えやすいでしょ、ね、これね、タケウケタ覚えやすいよね、覚えやすい、ね、覚えやすい、はい、ありがとうございます。でも、はい、まあのりちゃんとも長いね、考えたらね。そうですね、どれぐらいになりますかね、どれぐらいになるかな、もう10、12、3年かな。そうです ね, ね、もうね、はい、お互いにまだ20歳ぐらいの時だったかな、知り合ったのがね。んなんか反応がないんだけど、どうした固まってる固まってる、まあそういうことにしておきましょうね。そんなことをね、皆さん言ってますが、武宇桁さんはですね、はい、本当に芸歴がものすごく長いんですよね。いや、あのね、57年になっちゃいましたよ。本当8歳、ちょっと待って、違う、私が生まれて感じよ、うん、57年、10歳の時に劇団ひまわりに入ったんで、ちょうど57周年。うわ、私がバブバブって言って、バブバブ、今日のハビフラナイトってやってるところまでずっとやってるわけ。ちょうどあのおぎゃーって生まれた時じゃないかな。うわ、すごいね、長かったけどね。いや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 、もう本当にね、安定した低収入でね、ずっとやってましたよ、うん、いや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 、だって最初は役者さんだったんですよね、うん、そうそうそう、いや、あのね、最初はね、うん、少年児童合唱団っていうところにいた。松山で、うん、大きな少年合唱団があって、松山って松山、四国、四国、四国の松山、そうなの、その時にここは松山ってやつ、ね、ここはそれは五木ひろしの話違うでしょ、あなたノリがいいね、まあ、その歌僕もよく歌いますけど、ね、まあ、そうじゃなくて置いといて、はいはい、私は四国の松山で、9歳の時に少年児童合唱団出たんですよ。あれ、武さん四国出身だったの？そうなの、いや、生まれは九州なんだけども、うんうんうん、四国にちょっとうちの父の仕事の関係で四国にいて、少年児童合唱団に入ったんだね、うん、そう、それでうちの父が東京に出てくるっていう時に、新聞で小林明の少年時代っていうのをね、新聞でね、応募があったんですよ。でそれに僕が応募をしたら、うん、なんとそこが劇団ひまわりからオファーが来て、うん、僕本名北原浩一っていうんですけども、はい、北原さん、うちの劇団に東京に来てやってみませんかっていうのが10歳の芸能界の始まりなのよ。うわ、そうなんだ、それからね、ずっと57年やってますけど、なんか戦隊ものもなんかレギュラーで、あ、そうなの、戦隊ものというか、ウルトラマン、ウルトラマン
マン。ウルトラマンは、ね、知ってるでしょみんな。ウルトラマン、いやこれ知らない人はおかしいでしょ。ウルトラマン知ってるでしょ。知ってます。ウルトラマン、ピコン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 、三分が命だぞみたいな。3分ピョン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 。本当にね、あれの小さい時、うん、ドキドキして見てました。小さい時、ええ、まだ小さい時。そうか、まだ小さい時だね。あ、まだ小さい時。だから僕がウルトラマンに出たのは、うん、ちょうどウルトラマンが、オンエアし始めて、うん、いつだったっけな、もう本当に昔の話だけど30年ぐらい前ですよ。あ、 TBS で、うん、あのやろうっていうことで、V、あのね、ちょうどね、V6 の長野くんが主役だったんですよ。あれじゃ全然大人。いや、それもっと昔のウルトラマンでしょ、あなた見てたの。私が見てたの。もっと昔の古いウルトラマンでしょ。古いじゃん。ああ。そうよ。そこ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 。新しいウルトラマンで、僕はウルトラマンティガだから。あ、ティガか。だからのりちゃんが見てたのはウルトラマンとかウルトラマンセブンとかウルトラマンエースとか。トーもっともっとシュワシュワッチってやつでしょ。シュワッチだ。トーは仮面ライダーか。知らないけど仮面ライダーめちゃめちゃだめちゃめちゃになってるけど、何だったっけな、ね、何だったかな、ね、仮面ライダーはよく分かんないけどね。そういう戦闘ものもレギュラーでされていたということですね。で、歌がうまいんですよ武さん。いや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 、いつ歌ったってどこで歌ったって、あれ CD みたいないつも言ってますよ ね、 もうね、そんなこと言ってくれるのはのりちゃんぐらいですよ。本当に、いやいや、まあでもね、あの歌はやっぱり、あの僕の音楽の先生がもともと演歌の作曲家で、猪俣公章先生だったんですけどね、とにかく歌はきちんと歌いなさいっていうね、教えをねずっとねされたんでね、やっぱりあの手を何て言うんですか、手を抜いちゃダメだと、あの一生懸命歌えと、歌が上手い下手じゃなくて一生懸命歌えと、そうすればやっぱり人の心に通じるものがあるからっていう教えで、歌はね一生懸命僕はね頑張って、いやそれずっと守ってらっしゃる。そうですね、本当にそうですよ。でね、今歌なんていうね話もさせていただきましたけれども、なんか若い時アイドルもやってたんですよ。そうなのよ、ちょっとね、アイドルの写真あるでしょ。うん、あらどこかな、アイドルの写真ちょっと行こうか。うわー、出た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 、これちょっと待って待って、面影ある。いや大きな勘違いでしょこれ、葵隆。あ、名前がこの時は葵隆。そうなの、このね、はい、葵っていうのは、うんうん、昔あの泣いているのか笑っているのかっていう、あるグループの、後ろなるのな、そうそうそう、その時の作曲をした先生が青井雅彦先生っていうだって、そ、それでその青井をいただいて青井隆っていう、いや、でもなんか一瞬、うん、なんかジョー・ミチルさんとちょっとこう被りません？なんかちょっとあの面影あるかな僕。今、うん、今目かな？目か。垂れてる。あそうだね、これね18歳の時ですよ。わお、東宝レコードだったんですよ。わあ、本当ですか。あのね、あの映画会社の東宝にレコードがあって、うんうん、東宝レコードっていうのがあって、僕と健直子さんとかね、並木宏とダグマチさんとかね、うんうん、ちょうどいたんですよ。あ、そうですか。まあ、この時代から、まあ、うん、アイドルの歌を経て、まあ、いろんなジャンルに、ね、なっていくわけなんですけれども、はいはいはい、今日はあのちょっと歌の方もね、CD もねご用意させていただいているということで、どっちにしますかね。これはね、まず僕が久しぶりに CD を出したんですけども、うん、4年前、5年前かな、うん、38年前の劇場版アニメの明日のジョーの映画の主題歌で、明日のジョー美しい狼たちっていうのを、うん、まあ、僕が定築の方から出しまして、はいはい、これがちょうど5年前ですね。あ、これですね。はい、これがね、本当にもう何十年ぶりの CD です。これはもう今の、まさに今の感じですね。今の感じですね。いい歌なのよ、これのりちゃん。いやいや、今かかってる。あ、ぜひもうこれね、みんなで覚えて歌っていただきたいんですけどね。男なら戦う。どうして知ってるの練習したね。時が来る。なんで知ったのりちゃん、嬉しいな。知ってるでしょ。あ、いいっす。あ、間違えた。持ち歌ですか。持ち歌歌詞間違えていけないよね。何回か一緒に実はジョイントで、ね、ジョイントでライブやってもらうもんね。コロナのね、前はね、しょっちゅうさせていただいてて、一緒に歌ってたじゃないですか。知ってますよ。いやいい歌よね、これやっぱりね。
これ結構ね、あの地方に仕事に行くでしょ、うん、とね、やっぱりもうあのコアなファンがいて、うんうん、あ昔よく聴いてましたって、もともとあの小保武史さんっていう歌い手さんが歌ってたんですけども、はいはい、まあ、その方があのちょっと、まあ、あの亡くなって、はい、でまあ、定築の社長とあの作詞家の高隆先生と、はい、まあ、あるところで飲んでたんですね、はいはい、あのラグビーの松尾優子さん、はいはい、そしたら僕があの歌を歌ったら定築の社長が、あ、高さん、この明日の城の美しく狼たちうちでやらないっていうトントン拍子でその話になって、これを引っ込むことになったんです、ね、もう本当にちょっとしたきっかけだったんですけどね。いやいや、本当に、いやもう本当にね、ありがとう。もうちょっとボリューム上げてもらいましょう、はい、黙ってよかったですね、ちょっとじゃあボリューム上げていこう。ああ、だから黙ってよ、黙ってよ、黙ってられないのよ、マシー、黙ってよかったって言ってなかった、歌ってんじゃない、 いや、もうね、なんだか幻の人が笑ってるんだけどね、もう黙っちゃうんだよ、映してるね、若いね素敵な曲です。はい、ありがとうございます、はい、ぜひね、皆さんに歌っていただけたらね、ありがたいなと思って頑張ってます、ね、ありがとうございます、はいはい、さあ、そして、まあ、これはね、うん、お一人でのバージョンなわけなんですけども、ね、うん、なんかデュエットもされてますよね、実は、あの私じゃなくてね、私じゃなくて、実はこれを出した時に定築から、うん、はい、やはりあのレコード会社を移籍して、うん、あのまあ、僕のちょっと先輩なんですけども、はい、あのまあ、芸能界は僕の方が長いらしいんですけど、あの愛の絆を歌ってた阿部律子さんっていう歌い手さんが、はい、まあ、定築に移籍しまして、はい、彼女はもうあのデュエットの女王なんですね。そうですね。それで、はい、僕の、おー、この方ね。そうです、そうです。で、僕がね、17番目の男っていうことで、17番目の男。あの、彼女、たぬき浩二なんですよ、出身が北海道の。そうなんですか。それで、まあ、やっぱりこれも高隆先生の作詞なんですけども、たぬき浩二の夜は更けてっていうのをデュエット歌わないっていうふうに話をいただいて、もうこれもトントン拍子で、りっちゃんともうデュエットをやることになって、そうですよね、これももう、本当に同時期で発売したんですけど、うんうん、これがまた覚えやすくていい歌なんですよ。うん、これはね、多分聞いたことないと思う。いや、聞いたことあるよ。本当？うん。歌えないけど。歌うよ。歌うよって。いや、歌えないけど、聞いたよ。でもほら、絶対音感があるから歌えない。いや、絶対音感ないって。そんな、こんなもんがないわけ。かわいいのよ、りっちゃんが。これ、あれですよね。よくなんか、いろいろ。律子さんといろんな地方に行きましたよね、うん、もう本当に地方よく行ってた、ね、あのコロナ前ね、札幌の、札幌の雪まつりとかね、あれとかグラス片手に紙をかき上げる黙ってらんない、黙ってらんない、黙ってらんないだね、色っぽいね、これね、うん、本当に覚えやすくて、うん、いろんなスナックにキャンペーンに行くでしょ、うんうん、とね、りっちゃんと僕歌うわけ、うん、そうするとね、一回歌ったらね、もう次にお店行った時にみんなね、お店の人が覚えてくれて、もうね、長崎ではね、本当にね、有名なんですよ、長崎のスナックはもうね、何十回って言ったね、うん、でもね、今日は用意があるんですけれども、うん、私ね、実はこの阿部律子さんとの曲がかかってる時にあれですが、うん、再会も好きですよ。たけさんのノリ ちゃんね誰だよっちゃんって誰だよっちゃんって誰だノリちゃんさっぱり分かんない、横山よっちゃんか、横山よっちゃんって誰だ、いやノリちゃんはね、こう見えてもね、情が熱い彦なんですよ ね、 いやいやいやね、こう見えてもって意味が分かんないですよ、いや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 、あの、ね、本当にこの歌あれはね、本当にいい歌ですね、再会のね、はい、素敵、あれはね、ジャニーズのね、元アイドルであのジュークボックスのメンバーが作ってくれたんですけどね、はい、のりおちゃんもね、はい、よく知ってるけどね、はい、はい、憧れ、ありがとうございます、もう、はい、憧れですよね、はい、憧れは永田英二違うよ何を勘違いした、あれは永田英二違うの、あれ永田さんが作った曲、永田さんじゃないの、あれあれは違うの、これは再会はジュークボックス、カットできない大丈夫、大丈夫、もういや僕は明日電話で言っときますから、ちょっと話戻して、はい、いや
あの再会もなかなかいい曲で、ね、のりちゃん好きだったもんね。そう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 、でもねあれいい歌なんですよ ねあれダムに入ってるんでちょっと私歌ってみたりとかしましたけど、そうなかなかいい曲だな、まあ、そんなこんなでいろんな歌をねやって、うん、やっぱりほらコロナになって、うん、ライブもできなくなり、そうライブだってだって私たちこんなこともやりませんでした。やったよ、やったやった、ドン写真ドン、うん、ドン写真ドン、ドン来ない来ない来ない、ドン、ズートロビー、ドン、江藤さんと一緒に、ドン、江藤とやりましたよね、のりちゃんとね。ああこれ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 昭和っていいじゃないか。ね、ほらのりちゃんがゲストで出て、2017年だもん ね、これね。やったね。ついこの間のような気がするんですけどね。そう、これをね今年の10月か11月にやろうかと思ってるの。あまたね、久しぶりに江藤と ね、まあ、江藤君もほらずっとレビー再結成したんだけど ね、うんうん、なかなかコロナでも今大変だって言ってたんでね、まだねこの江藤さんがね、うん、なかなかナチュラルに面白くてね、そうもうこんないい加減なやつはいないからね、すごい本当にナチュラルなのにめっちゃ面白いいやいや面白い本当に、ねね、面白い男 でまあそのライブがなくなって、はい、まあ、コンサートもなくなって、はい、まあ本当に仕事がなくなりまし なくなりましたこのコロナでね、本当になくなりました。ところがたまたま、まあ僕役者もやってたんで、うん、まあ去年の9月に、そうよね、そうなんですよ、映画をね実はね横山監督で、よっちゃんだ、よっちゃん、さっきよっちゃんって言ったけど、あの主演が島田陽子さんと榎木孝明さん主演で、はいはい、横ちゃんが映画を撮ることになりまして、はい、これがまたねエヴァーガーデンっていい映画なんですよ、綺麗なね、エヴァーガーデン、タイトルも綺麗だもんね、綺麗なの本当にね、うん、で実はその監督が横山監督が今日ね、うん、あの僕声をかけたら、うん、いいよ竹さん行くよっつってね、わざわざ四国から来てくれたんですよ、はい、四国から来たの、飛行機に乗って、はい、ひょっちゃん、じゃあ拍手でじゃあお迎えしましょう、はい、本日お越しいただきました横山監督です。誰が四国から来るんじゃいみたいな、高松ってさっき言ってました、高松かはい、ありがとうございます。まあ、私も横山監督は、ね、もうよくないんですね、竹さんを通じて仲良くさせていただいてまして、そう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 、この間のね、うん、あのコンサートの時もお越しいただいて、そう、ね、だからあれがね、うん、2人で行ってたでしょ、うん、あの日に島田さん亡くなられて、うん、そうなの、それでそうなんです、そう7月25日コンサート半分見れなかった、やだそっか、そうなんだ、ね、マスコミからむちゃむちゃいっぱい電話がってきて、かかってきちゃって、そうそう、ちょうどあの日に亡くなった、そうそうそう、まあまあ島田陽子さんのその、うん、まあ、遺作になるわけですもんね、うん、そういうことですね、横山監督の撮られたエヴァーガーデンが、うん、ちょうどだからあれ何月だっけ撮影入ったのが、去年の今頃、あ、じゃあ8月8月ぐらいだっけ、8月、ね、夏の暑いとこみたいな、なんで私出てないのなんでだろうね。あれなんか。なんかこの間も言ってたよね。なんで私出てないの？おかしいよね。おかしいね。おかしくないっすか？ちょっと。ミスのお仕事が忙しかったんで。全然ですよ。全然ですよ。もう何もしておりません。本当に。よろしくお願いいたします。次はね、絶対キャスティングでいてもらおうね。はい。もう俺が何なんとしても入れてもらおうからね。うん。うん、大丈夫、はい。みんなも承認。承認だよね。みんなも承認。でも結構ね、大変だったの、この撮影ね。もうね、まあ、正直予算もそんなない中で、うんうん、いろんなことやってたんですけども、うんうん、まあ、監督がね、もう一生懸命一人でね、頑張ってね、スタッフも少ないスタッフで、もうね、若い男の役者さんもね、イベントになっちゃうね、そうなの、ね、そうなの、もう何もかも一人でね、いや、まあ ね、 ね、それで鹿児島だの、なんか山梨だの、千葉だの、いっぱい行くことになっちゃったんで、そう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 、そうですか、で、まあ、陽子ちゃんと榎木さんが夫婦で、うん、まあ、そのコロナの時期で、うん、まあ、旅館も畳まなきゃいけなくなっちゃったっていうところから始まるんですけども、うん、実はね今日ねもう一人一緒に来てる女の子で、物部真美ちゃんという子も、はい、まあ、向こうのブースで見てるんですけども、はい、聞いてるんですけども、はい、彼女も出てまして、はい、ね、ミャンマー人の役で出てたんですけどもね、そうなの、そうなの、なんかでも言われてみるよ、ミャンマーっぽいでしょ感じがね、ね、そうそうそう、なんか見えてるね、うんうんうん、あ、そうですか、ね、あと映画の方が聞いてくださいちょっとね、はい、なんか今日そのエヴァーガーデンの主題歌かなんか、うん、あ、そうですね、お持ちいただいてるっていうことで、いい音楽なのこの主題歌が、なんで歌ってないんだろう私ねえあれおかしい、おかしいね、出演もしてないし歌ってもいない、おかしいなんだった
ったんだけど、なんか記憶喪失になって何だったんだ、あのなんかいつもあの映画の時に歌ってもらってるソルティさんっていう歌手の方がいらっしゃって、はい、もう今回もどうしようかなと思ってたら、うん、まあ、たまたま、うん、出すやつがあるからっていう話で、そうなんじゃ、タイミングよく、そうなんですね、でもいい曲なの、あ、そうなんです、試写会の時にね、うんうん、ちょっと聞いたんだけど、うん、エンディングに流れるでしょ、うんうん、いい曲なのよ、あ、そうなんだ、うん、じゃあちょっとそれ聞いてみましょうか、ね、ちょっと聞いてみて、うん、じゃあお願いします、うん、タイトルは花束、花束です、ちょっと綺麗な絵が浮かぶでしょ、ね、浮かぶ浮かぶ、もうイントロからね、エヴァーガーデン、あの湖畔の周りをね、主役の陽子ちゃんがこうなんか歩いてね、綺麗な湖畔の周りを、近くのね、うん、あの一番近くのコンビニに行くのにね、うん、10キロあるんですよ、そうそうそう、何にもないとこなんだよな、何にもないですよ、忘れ物もできないあ、ちょっと携帯って無理ですね、どれにも行けない、何にもない、何にもないですよね、民家もないですもんね、ないね、なんかラムサール条約っていうあの野鳥とかその自然の保護しなきゃいけない地域なので、あんまり無限なこともできないし、なんか天然記念物のトンボがいたり、だから風景だけは綺麗でしたよね、風景だけはっていうのも変な話だけど、いい曲、いい曲でしょ、 なんとなくね、これは、あ、これみんなスタッフと出演者ですよ、出演者のお写真が、あ、そのさっき終わった時ですかね、懐かしいな、えのきさんの最終日なんですか、あ、そうか、えのきさんの最終日だ、えのきさん帰るから、あれ、えのきさんはあの黒い短パン履いてる、そうです、一番綺麗な、なんか、あの、えのきさん腹出てるなそこかいなみたいな、あ、その隣にマミがいるんだね、そうですね、あ、そうだそうだ、さっきのね、ミャンマーも、マミいい曲だね、いい曲でしょ、でもノリ今度はね、絶対の横山監督のね、はい、映画に絶対出してもらおうね、はい、ぜひぜひ言っちゃったの、いや、マジでねもうスタジオで約束したからね、よかった、スタッフも喜んでる、スタッフも喜んでる、ありがとうございます拍手してる、これがエヴァーガーデン、あ、はい、あ、そう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 、うん、あ、はい、これはどんな意味を込めてタイトルついたんですか、まあ、物語が、うん、旦那さんを亡くした女性が、うん、まあ、どうやってその後の人生生きていくかっていうようなお話なんですよね、うん、で、まあ、都会はもういいっていう話で、そういう山奥のそこに移り住んで、うん、でそこで、まあ、さっきのそのマミちゃんが演じるあのミャンマー人とかね、そういう人たちに出会って、まあ、人生が少しずつ動いていくお話なんで、だからそういう緑も豊かだし、自分の人生っていうことを考えた時にエヴァーガーデンっていうのがいいんじゃないのかな、まあ、豊かな、そうですね、まあ、永遠の庭っていうのがタイトルなので、まあタイトルは島田さんもすごく気に入ってたので、残念ですね、残念ですよね、なんかね、まあ、結構なんか賞も取ってますよ、まあ、あのって僕が言うのもおかしいけどなんで俺があのって言わなきゃいけない、横山監督自分で喋ってください、なんで俺があのって説明しようと思ったんだろう、はい、まあいくつかね、はい、あの海外とかでいいですよね、なんかあのその受賞のあれで招待で行ってくるんだって言って、なんか行かれてますよね、そう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 、才能あるんですよ、脚本賞とかも取ってるんですよ ね、脚本賞も取ってるんだ、素晴らしい、イギリスとかモナコとか、あ、モナコだ、うん、そうですね、イランとかでも、イランとか、まあ、そうなんだ、じゃあ今後もこのエヴァーガーデンでね、またなんかそんな賞を、エヴァーガーデンも今字幕を入れる作業をしているので、うん、まあ、海外にも、まあ、この振りから、僕がいい芝居してんのよ、また
管理人やけど笑ってるけど監督横山監督笑ってるいい芝居いい芝居してるでしょ、ね、これ管理人役の白いシャツ普通のおじちゃんになってる。いやいやもうだから衣装終わって聞いたら、いや高さん白いワイシャツの方がいいんじゃないのって、白いワイシャツって言ったんだけども、やっぱり田舎の本当にこうペンションの管理人という感じでね、もうなんか前に出てもらった時もこんなのあのそうそう病院の事務長、病院の事務長さんかなんかね、やってね。なるほど。そうだね。でもね、楽しかった。みんな大変だけど、楽しかったね。本当に大変だった。一番やっぱ、横山監督一番大変だったと。いろんな意味で。まあ、いろんな意味で ね。そう。でも、まあ、ね、変な話、志麻さんの遺作になってしまったので、でね、不思議なもんね、これからねちょっと公開は年内に多分やれると思うんですけど、うん、その皆さんにね、うん、少しでもあの見ていただいて ね、 人の方で、ね、できればいいかなと思うんですけど、そうね、本当あのまさになんかエヴァーガーデンっていうのもなんか遺作にぴったりなようなタイトルのような遺作にって言ったら遺作にだとはね、でも思わないけど思わないけど今からこう思えば ね、なんかこの主題歌もそうだけども、なんかそうだよ、ね、そんな感じがしてきちゃう。いや、でも本当に、いい映画ですよ、ね、楽しみですね。楽しみですよね。まあ、年内に、はい、そうですね。今いろいろ劇場さんとかそういうところと話を詰めてるところなので、うんうん、なるほど。まあね、ちょっと本来はもうちょっとゆっくりやる、その映画祭出してから、うん、っていう話だったんですけど、まあ、お亡くなりになってしまったので、ね、これはまあ早くやらなきゃいけないだろうっていう話ですね。でも今度はのりちゃんもね、うん、やっぱりキャストの一員で、はい、まあ、こういう感じでまたラジオでね、はい、ラジオでこう、はい、私も出てるんですよ。そう、また横山監督と竹岡さんも、ね、出演していただいて、そうですそうです、ね、今度は多分ね、予作っていう映画を撮るみたいな。予作本当いや僕次不妊治療のお話です。不妊治療何それは何社会派なんていうのメッセージっていうことでなんかこう、そうですね、マジョリティの青い鳥っていう題なんですけど、まあ不妊治療のお話です。なるほど、うん、頑張ります、うん、ちょっとキャストよくわかんないけど頑張ります。ちょっとセリフ言って頑張るかね、頑張ります、うん、はい頑張ります何を頑張るんだろうみたいなでもまあね、横山監督はもうずっとだって監督業してるんですもんね。そう、もう40年うわ、あ、まあ、40年じゃない、監督になってからはでも30年、まあ、携わって ね、まあ、ね、もう長くないですか、みんな57年の40年の、まあ、考えたらのりちゃんも横山監督とは古いんだよね。そうだよ、古いんだよね、竹さんと同じぐらい。そうです、そうです、そうです、そうだね、うん、だから彼もね、いろんな作品撮ってて、映画だけじゃなくて歌い手さんのプロモーションビデオとか、うんうんうん、いろんなのやってるね、まあ、映像ね、そうですよね、うん、あとなんかちょっと YouTube とかもねやってますね、ちょっとされてたりとか、うん、やってますねって自分のじゃないですけどね、映像の方もね、人の方を任されてやってるっていう感じですけど ね、 ですよね。しかし監督若いね、あなたね、テレビ中がね、若くないでしょ、若いよね、のりちゃんも若いけどさ、よ俺も若いな、60、あ、僕ね来月誕生日なんでよろしくお願いします出たよあなた毎年やってるでしょ。そうか、9月だ、そうです、そうそうそう、で62です。62か、ね、若いよね。いや、みんな化け物ですよ、やっぱりなんかこう、うん、好きなことやってるからね、そう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 、こうなんだろう、魂が生き生きしてるっていうか、でものりちゃんも若いよ、いやいやいや、もっと若い、のりちゃんも本当に若い、めっちゃ若いよ、本当にマジに、マジに、マジになんて言葉使っちゃいけないけどさ、じいさんがさ、いやいやいや、若いよ、ね、でも今女性は50代60代の女性って、うん、みんなね綺麗で若くて、ね、エネルギッシュ、やっぱりバブル世代なのかもしれないんだけど、ね、この世代ね、うん、なか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 皆さん綺麗だし、そう、ね、なんていうのかな、すごい前エネルギーがあるでしょうね、多分昔の50代60代ともう全然違うよね、そう、うん、本当に違うよね、うん、髪質なんかもそうだけど、やっぱり食べてるものとかいろんなものがあって ね、すごいみんな綺麗じゃない、髪の毛も ね、うん、ね、のりちゃんも髪綺麗だもんね、そうよくね言われるんですけどねしょっちゅう髪の毛触ってるからね、地毛ですか、地毛だよ、地毛だよ、つけてないもんね、つけてるのかと思った、いやいや地毛ですよ、もう本当そうなんですよ、まあね、僕らなんかは
は、うん、ほら普段若いタレントさんとお仕事したりするのが多いから、はい、多分それでなんか若さをもらってるのはある、うん、そうね、そうですよね、やっぱりエキスをもらってね。でも全然ね、年の隔たりがないから二十歳ぐらいの子と一緒にいてもね、うん、全然大丈夫なの。そうなんだよね、俺なんかもう全然平気よ。これだから脳みそがみんな幼いんでしょうね。そうなんですよね、きっと。で脳みそが幼いからいろいろ細胞勘違いして、うんうんうん、なんかちょっとこう細胞が若くいられるみたいなね、うん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 、ことじゃないかなって思うんですけど、ね、それこそさっきね、うん、19号車19号車ここの今のレースクイーン僕はお知り合いだった。いやだ島聖子ちゃん、そう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 、本当に、ね、あれって言ったら19号車だよね、さっきと思ってさ、ちょっとスタジオに入る前にってびっくりしてたの。世間狭いね、そうそうそう、あれと思って見てる、あそうだよねっていう話本当にいやいやいや本当にね、あの狭いね、開けるといろんなところでつながってるんです ね、 ね、うん、もうやっぱりこれはそれは続いてのはキャストも絶対だ、これも、よかったよろしく、ね、なんか考えなきゃ ね、はいまあ、そんなこともありまして、はい、まあ、あっという間にねエンディングが近づいてきてるわけなんです、もう終わり、そうなんですよ、もうあっという間なんですけど、うん、なんかあれ今後の予定とかなんかありますか。ですね、うん、今後の予定は未定ですね。未定、ただね、来年あたりね、そうですね、10月にちょっとまた昭和ってじゃないかを、うんうんうん、ニトロメの江藤君とやって今ね、まあ、定期的にあのちょっと銀座の、うん、まあ、お店で月に8ステージぐらい歌わせてもらってるんだけども、うんね、まだやっぱりコンサートが全然できないんで、まあ、その辺はもう未定なんですけどね、うん、まあぼちぼち動いていかなきゃいけないかなと、ね、のりちゃんともね、ま、来年あたりね、ちょっとって言ってたんで、ね、今ね、ちょっと大きな話をしているところですね、いろいろやりたいしね、そうです、あとあの監督には、うん、私たちの YouTube をね、うん、ちょっとお手伝いします、そうね、ちょっと企画してみたいな、ね、YouTube って言えば僕10月から、うん、ちょっと YouTube の番組をやるんですけど、何横山監督がやるの YouTube の番組っていうかね、僕出るもするんですけど、うん、西麻布アクターズスクールっていう番組なんですけど、まあオーディション番組に近いのかな、うん、だから今役者目指してる人とか、そういう人はレギュラーで出れるチャンスがあるので、まあそのうちホームページとかできるので、ぜひ応募していただければ、ね、あ、そうなんですか、はい、それちょっと楽しみだね、うんうんうん、まだ今ね企画で、まあ明日、あ、じゃあ、うん、もう会議があるんですけど、うん、まあそれもそうだけど、うん、とにかく俺とかのりちゃんはね、うん、そこに加わって、うん、いろいろやってってね、うん、使ってもらわない限りはね、手元に繋がらないからね、頼みますよ監督、はい、よろしくお願いします、ね、俺に振られてもな、取るしかないもんね、まあ、ということで、まあ、監督の方はそのさっきのエヴァーガーデンが、うん、まあ、年内中には公開になるかなというね、なります、なります、なります、はい、というところです、ということでですね、ぜひ見てください、はい、ぜひ、皆さんご覧いただきたいと思います。またね、情報があった時には私のこの番組でも、はい、皆さんにお知らせしようと思っております、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、私の大切な仲間、歌手であり役者である武宇桁さん、そして映画監督の横山監督、お二人をお迎えさせていただきました。それではですね、みんなに一緒にバイバイしてください、はい、本日もご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ、ありがとう武さん元気
気づく